案内人の浅香です。今回は、中国メディアが、なぜ、日本は、X 通信信を量産しないのかと、関心を持っていたので、詳しく見ていきます。中国の反応としては、アメリカが作らせないとの話題でしたが、実際はそんな簡単なことではなかったのです。F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画において、その機関部をイギリスと共同開発を行うと発表。日本ホノから IHI 社、イギリス側からロールス・ロイス社が参画して、これを実施することとなった。日本の次世代戦闘機計画は、2030年代中盤に退役が見込まれる F2 戦闘機と入れ替えることが、基幹的な目標とされており、イギリスもまた、同じタイミングで、実用化を目指すテンペスト計画を抱えるため、両国の思惑が一致した結果と言えそうだ。日本の次世代戦闘機計画、イギリスのテンペスト計画ともに、それらは、いわゆる第6世代戦闘機の開発プロジェクトであるとみなされており、くしくも、第5世代戦闘機では、アメリカロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2を選択した国同士だ。F-35 ライトニング2について、日本は通常滑走路から運用される空軍仕様の A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能で、護衛艦、出雲、やかがの2隻に改修工事を施せし、その艦載機とする B 型を42機調達予定である。イギリスの場合は、昨年2021年に、極東方面への派遣で注目された航空母艦、クイーン・エリザベスと、その同型艦の、プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型138機の調達を予定しているが、この数からの削減も囁かれてる。いずれにせよ非凡、イギリスともに、F-35 ライトニング2のような、いわゆる第5世代戦闘機の自国での開発は、行っておらず、すでに、一説では、6兆円をも超過しているとも言われる同機の開発費用を聞けば、単独での戦闘機開発が厳しいことは否めない。そうした背景もあり、イギリスのテンペスト計画には、同国の他にも、イタリアとスウェーデンという、ヨーロッパの2国が参画しており、一時期は、これに日本も加入する可能性があるのではないかとの指摘の声も聞かれていた。結果として、日本は次世代戦闘機計画において、テンペスト計画の一員となることはなかったが、イギリスのロールス・ロイス社が、双方の計画の機関部開発に関わることを鑑みれば、ある種折衷的な展開となったということもできそうだ。そもそも、ジェット戦闘機に対して、いわゆる第5世代や第6世代といった括りを課すのは、後付けの周囲からの分類上のことであり、製造を行う国や企業が、何か、確実な定義に基づいて、事前に、その指針をクリアするように意図されたものではない。製造された結果として、第5世代戦闘機は、従来機よりも、はるかに優れた機体そのもののステルス性を有し、速度性能的には、超音速での巡航能力の獲得、高度なレーダーセンサ類等のアビオニクスと友軍とのデータリンク能力などが要件だとみなされている。未だ世界で実用化されていない第6世代戦闘機に関しては、これらに付随して、急速に普及が予測される無人航空機の完成能力や、各種の死、構成エネルギー兵器の実装、それを可能とする大電流、電圧を発生させる機関部等が挙げられている。ただし、最後の有人戦闘機となる可能性すら指摘されている第6世代戦闘機とはいえ、今後の技術開発や、実際の戦闘における各種の無人航空機の動向移管によっては、その方向性が大きく変わる可能性もあり、その予想は容易とは言えないだろう。さて、西側諸国では、
アメリカロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2が市場を席巻し、寡占状態の第5世代戦闘機であるが、これ以外の勢力の国でも製造と実用化が徐々にかつ確実に増加してきていることも事実である。ロシアでは2010年に初飛行を終えていたスホーイ社のスホイ57が2020年12月より実戦配備に移されており、2028年を目途にまず76機の調達を目指しているが、アメリカはもちろんのこと日本やイギリスに対しても数の上では控えめ移る。実際のところ旧ソ連から続く軍事大国と目されてきたロシアではあるが、国家としての GDP の規模は韓国と同程度にしか過ぎず、かつての冷戦時代のようななりふり構わぬ軍備の増強は経済的な基盤からはかなり困難なのだろう。それでもロシアは自国のみの配備のスホイ57以外にも同じスホイ社の手による輸出用のスホイ75の開発も進めており、こちらはスホイ57が総発であることに対して F-35 ライトニング2と同様に単発の機関部としており、その市場への進出を期としている。スホ75は来年の2023年に初飛行が予定されている開発中の機体であるが、これまでも旧ソ連、ロシア製の戦闘機を調達してきた各国に向けて、そのニーズの充足と驚くほどの低価格で、それ以外の第三国への進出も想定しているようだ。これはロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2が新型コロナウイルスなどの要因もあり、コスト低減に陰りが見えたことと異なり、1機あたりは最大でも約30億円ほどとされており、西側の第4世代機と比べても驚異の費用対効果を誇る機体と言えそうだ。これだけ安価であれば、政治的にもアメリカからの F-35 ライトニング2の調達が見込めない中小国にとっては選択肢の一つに数えられる可能性も高いと思えるが、ロシアの現在の動向を見るに、計画通りの生産が行えるかには疑問も残る。さらに、第5世代戦闘機の開発には、インドやトルコなどの第3勢力とも言える国が名乗りを上げているが、特に、後者のトルコは、無人航空機のバイラクタル TB2 などで、ここのところ、世界的な知名度と評価を上げており、今後の動きが注目される。しかし、何と言っても、第5世代戦闘機の開発と配備をアメリカに次いで、急速に進めているのは、やはり中国であり、2011年に初飛行を行った J20 は、この10年ほどで、総数約200機が配備されたとも言われ、東アジア一の同分野での配備数に達している模様だ。操縦席の後方に、カナード翼を備えるデザインの J20 は、第5世代戦闘機の最大の特徴とも言えるステルス性能において、F-35 ライトニング2には、到底及ばないとの指摘もあるが、配備数の増加と、国産の機関部の搭載から、自信を深めている。このことの表れとして、中国のメディアや SNS 上では、日本は、アメリカの F-35 ライトニング2を購入するのみで、自国で実証実験機、X2、通称シンシンを製作したものの第5世代戦闘の国産での開発力は、有していないとの声が、多々聞かれる。日本側からしてみれば、実証実験機たる、X2、シンシは、国産で、高度なステルス性能を有する機体を製造することが主目的であり、一足飛びに、第5世代戦闘機を国産化することを期としていなかったことは明白だが、中国側はそうは見ていないようだ。ことは、
第5世代戦闘機を国産化できるか否か重要なのではなく、中国と日本との間の総合的な軍事力のバランスが実際のことろどうなのかという問題だと思えるのだが、中国に言われるまでもなく、数の面では突き放されている。湾岸戦争やイラク戦争等の実戦において、アメリカ軍が優勢に戦いを進められたのは、各種の誘導兵器による精緻な敵への攻撃によると、トロが寄与した側面が多大にあると思えるが、なかなか近年では実戦の機会は少ない。相互の軍が実際の戦闘をほとんど行ったことのない現代においては、戦闘機同士が交戦する場面も同様に激減しており、その結果を予測することも困難ではあるが、現時点で西側の兵器の電子機器の性能が中国軍に劣るとは考えづらいだろう。